皆さんこんにちは、えー。効果的学習法とスケジュールの組み立て方というタイトルで、えー、これから三十分ほど、えー、行政書士試験対策に関するガイダンスをの講義をさせていただきます、えー。担当いたしますのはレクセン人講師で、えー、日高と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、効果的学習法もちろんこれ行政書士試験の対策講座に関するですね、えー、ガイダンスになりますので。 えーまあ、レックではです、ね、どのようなあの学習法を推奨しているのかそして、えー、スケジュールについてもです、ねえー、スケジュールについては基本的におおむね約1あ。 4ヶ月から5ヶ月程度で一通りのその科目を全部学習する合格講座という講座を例年レックで実施しておりますこちらのスケジュールの方をですね参照していただければそれを見ていただければどういったスケジュールが理想的なスケジュールなのかと要はその一度インプットをきちんとやった上で でそのインプットをするとでその際にやはり講義録教材ですね教材をきちんと繰り返し読むとで最低でも三回はやはり繰り返し読んでいただきたいとでそのためにはいつ頃から学習を始めたらいいのかといったようなことも含めてですねもちろんお話をさせていただきますでまず行政書士試験ですねまあこれから受験を考えられている皆さんがあのこのこの動画をご覧になっていると。 いうふうにあの考えておりますけれども、そもそも行政書士というのは一体どういう仕事なのか、まそあのその資格自体ですね、まだあの聞いたことがあるけれども、そのどういった仕事をするまあ資格なのかと、まどういったことができる資格なのかということについてはですね、まだあのはっきり理解ができていないという方もいらっしゃると思います。そこで基本的なその仕事としてはですね。 こちら、ちょっとパンフレットの一部になりますけれども、まあ、それをちょっと表示しますが <laughs> まあこの行政書士の仕事内容ですねに関して、えー、まあ行政書士の主な業務としては、まあ、大きくここに2つにまとめていますが、まあ、通常3つと言われるんですね、でえー、1つはこの書類の作成という言葉が1番にも2番にも出てきます。 その書類の作成という業務ですねこれがまずメインということになりますで、1と2に分けてるのは1番はいわゆる許認可に関する書類ですねいわゆる許認可申請書の類ですけれどもこの申請書自体を行政書士が例えば一般市民に代わってその作成するそしてその作成した書類を官公書ですねつまり お役所に出すという仕事をします書類を作るというのがまず一つの重要な仕事であるということになります書類作成とありますねそして書類を作るだけではなくその書類の提出手続き代理とありますけれども要は作りっぱなしであとはこれそのお客さんの方にですねどうぞ出しに行ってくださいとお任せするわけではなくですねこの行政書士が自ら役所に赴いて で、代理人として申請ができるということになるわけです申請の代理行為ですねこれもできますよというのがこの行政書士の業務の特徴ということになりますさらに この2番の方に、まあ、これ、1番の方で相談業務が書いていないんですが、ただあの、観光所に出す書類、つまりお役所に出す書類についての相談ですね、これも当然、行政書士の仕事になります。だから、ここでは1番のところでは、相談業務はちょっと省略はしておりますが、まあ、相談するのがまず大前提になりますので、当然ながらその相談自体もです、ね、これも業務であるということになります。<laughs> でただ、あのよくです、ねえーまあ、あの作成する書類に関してあの相談が多いものが比較的その、いわゆる申請書の類だけではなくです、ね、この契約書であったりあるいは、えーそうですね、あの内容証明郵便というあの郵便物がありますけれども内容証明郵便という形で例えばその貸したお金の返還をあの催促するとかこう,こういったような手続きですね。 これも実は行行政書士ががうことができるものになりますで内容証明郵便を送るにあたって代理人名義では送ることはできませんそれはの弁護士の業務ということになりますもしくはの司法書士です、ね、の業務ということになりますのでその内容証明郵便を送るにあたっては代理人としてそれを行うことはできないわけですがただ ここにありますようにこの権利義務事実,証事実証明及び契約書の作成及びその代理相談業務とありますで例えば契約書を代理人としてその作成すること、まあ、これ書類作成の代理のみが許されているというふうにあの一般には返されていますが ただ、事実上はその契約をですね締結するにあたってのそのお客様に対するアドバイス、ですねつまり契約交渉そのものはお客様にしてもらう必要がありますあの契約交渉の代理までできるのはやはり弁護士ということになりますので契約交渉の代理そのものはできないにしてもその契約交渉を行うにあたってそのお客様に対して例えばこういうところは注意した方がいいですよと。 あるいは相手方の方から何らかの契約書の文案を提示されたときにそれをチェックするという仕事ですね。これはあの行政書士でもできますで。このように権利義務に関する書類というのは、まあ、権利義務に関する書類が主に実は契約書になります。まあ、権利義務その他の他の権利義務に関すする書類ですね、えー の作成もできるるとということになる例えばその契約書以外でその権利義務に関わるものとしては例えば遺言書の,あの有遺言書ですね遺言書の作成指導という業務これを行政書士が行うことがあります。遺言書の作成指導ですねあくまで作成指導であって実質証書遺言というものであればこれは本来は本人が作らなければいけません。 実質、えー、証書遺言と呼ばれるものは、えー、文字通り手書きで書くものですから、えー、これは全ての文章ですね手書きで書いてそして実質、えー、によるサインそして印鑑、えー、これが必要になってくるですから、えー、遺言書遺言書の作成の業務ですね、えー、こういったものはあもちろん行政書士が直接作ることはできません。えー、ただですね どういった遺言書にすればよいかというアドバイスですね。これがまさに権利義務に関する書類の作成の相談ということになってくるわけですね。で、この作成指導という形でその一定のアドバイスを与え、で場合によってはですね、ワープロ打ちした文章をこれをそっくり手書きで書いてくださいというふうに渡してでまあ手書きで遺言書を書いてもらうと。 まあこのような手続きを、えーまあ、このようにですね、えー、遺言書の作り方などをアドバイスとしてでその相談料という形でお金をいただくとそういう仕事ができるこの権利義務そして事実証明というのは先ほど申し上げた内容証明郵便ですね、まあ、これ権利義務にも関わりがある事項の完成猶予という効果が得られますので。 えまあ暫定的ですが時効、えー、の完成猶予という効果が得られますので、まあ、権利義務にも関係してくるんですけれども。 ただ、そのような内容の文書を送ったという事実ですね、これをまあ証明するものにもなります。ですから、事実証明に関する文書として、例えば内容証明郵便を送ることですね、それにあたって、もちろん代理人名義では作れませんから、本人の名義で文書を作成し、でこれをじゃあ,出し,てくださいあの出しましょうという形で、内容証明郵便ですね、これを送付するということになります。 でそのほか、ね、行政書士が例えばあのちょっと変わったところでは家系図を作ることをお願いされるとか、まあ、これは行政書士の,その職権とあの職務権限として戸籍などをです、ね、取り寄せることができるようになります。ですからその取り寄せた戸籍を利用して家系図を作るとか、まあ、こういったようなことがですね依頼を受ける可能性があるものということになります。で今あの 先ほど、寂しさみだれ的にです、ね、行政書士、何ができるのかということについてお話をしましたが、な、ま、ん、あ、といってもやはりメインは、この許認可申請の代理、まあ、代理作成、そして代理提出ですね、これがやはり多いということになります。そそここででのののスケジュール冊子、あのそのパンフレットのですね、 えーまあ、右側のページ、これ9ページ目になりますかね、えー、右側のページを見ると、許認可業務の主なものですね、行政書士がしばしば取り扱うものとして、例えば建設業の許可申請、あるいは宅地建物取引業の免許申請、いわゆる宅建業の免許ですね、宅建業の免許の申請、そして外国人の在留手続き、これは特に、 東京だとか横浜といった外国人がたくさんです、ね、住んでいるあるいはその働いているそのような場所でしばしばこれは依頼を受けるものということになります。 え、そして風俗営業許可申請ですねえ。こういったものも行政書士のおが出せる申請書の一つ飲食店の営業許可であったり、自動車関連では車庫証明書とかですねえ。こういったものの作成及び提出、これもできるということになります。で、今ここに挙げた6つのですねえ。業務というのはごく一例に過ぎませんえ、これが全てではなくて、その他たくさんということになります。 ちょっと変わったところで言うと、新しいですね。あの品種改良を加えて新しいその苗をですね、その植物の苗を開発しましたっていうときに、これ種苗登録という制度があるわけですが、その種苗登録の申請手続きも実は行政書士が代理して行うことができるわけです。要はあの品種改良を加え、そして新しい植物を作りました。で、その植物の種とか苗ですね。これを種苗と言いますけれども、こういったものを 登録したいという時に、まあ、あの新しい品種をです、ね、作られる方っていうのはおそらく農家の方であるわけですけれども、まあ、農家の方はもちろんその植物については非常に詳しいと、まあ、専門家ですからであるの,のは当たり前なんですがただあの例えばそれをです、ね、種苗登録という形でその、まあ、役所に登録するということになると例えば法律の知識があまりなければですね そうなるとその種苗登録の専門家に代わりに登録をしてほしいとお願いをしたいということになるわけですね。建、まあ、建設業にしても宅建業ににししてててもも、まあ、同じ理屈が当てはまりますつまりまあ他建業だったら不動産の取引については専門家ですからもちろん 詳しいわけですねしかしじゃあ宅検業の免許の申請するにあたって一体どういう書類を揃えなければいけないのかなどということについては意外とご存じないという方もいらっしゃるわけです。ですから宅検あるいはそのご存じであってもですねちょっと自分でそれを作成して提出するのは面倒だなという方もいらっしゃるわけですね。 でそういう方から依頼を受けて、えー、じゃあ他県業の免許の申請をしましょうという形で、えー、お仕事をいただくと、まあ、これが行政書士の基本的な、まあ、業務の在り方というふうにもちろんですねこれはあの弁護士でも何でもそうなんですけれども、えー、自動的にこれ仕事が入ってくるわけではなくて、えー、ある程度ですね、えー、例えば、えーそのまあ、友人とか知人のつて、えー、を使って 仕事の依頼を受けるということはまあ非常に多いものになります。あるいはもともとそのいわゆる法律とは全く関係ない業種で仕事をされていた方であれば、もともとのその勤め先ですねのそのいわゆるあのいわばコネクションを利用してお仕事の依頼をいただく。あるいは 今現にあの勤めされているその会社の業務とですねこの行政書士の業務が何らかの形でこれはあのうまく組み合わせることで相乗効果が得られるといったような業種であればですすねそれを使えばいいととうことになります例えば、まあ、これも実際にそういう方の話を伺ったことがあるわけですが音楽協会でもともと長年働いていたと。で音楽協会で働いていてて 音楽の関係には非常に知り合いがたくさんいますとでその方が行政書士の資格を持ってですね何ができるかというと実は著作権登録ができるんですね著作権の登録申請というのはできます。著作権登録しなくても 実はその著作権という権利の主張はできるわけですがただその著作権の登録をやっておくことによってよりその権利の効果をですね高めることができると、まあ、そういう効果があるわけですねですから著作権に関する仕事これをいわば専門にするという方もいらっしゃるわけです。でこのようにですねその行政書士の資格というのは非常にあの広がりが大きいと。 まあ、あの幅広いわけですね。えー、こののようなな幅広さを持っているものになりますじゃあ <laughs> 行政書試験の話に移りますが行政書試験ではですね一体どういう試験が出題されるかというとじゃあ、えー、その宅建業の免許申請、えー、できるとあるいはその風俗営業の許可申請ですねこれもできるということでじゃあ実際にその宅建業法だとか、えー、風俗営業適正化法とかですね、まあ、こういった法律が出題されるのかというと。 まあ、風俗営業適正化法は一度だけ出題されたことはありますけれどもただ、えー、宅建業法だとか風俗営業適正化法といった個別の、えー、法律これはあの行,政法行政法規と呼ばれる法律になりますけれどもあの個別の行政法規は、えー、基本的には出題されません。行政書試験で出題されるのは、えー、もっと根本的な基本的な法律の考え方、えー、これがあのおできているかどうか。 というものをまあ、いわば試す、えー、その基本的な法律の考え方が、えー、ちゃんと身についているかどうかを図、えー、るための試験ですね、えー、これが行政書士試験であるということになりますで、えー、基本的なその業務というのが、えー、まあ、いわゆる行政法関係ですねあの他権業法だとか付属営業適正化法であるとかあと建設業法などのいわゆる許,許認可申請にかかるものですから、えー、基本的にはその <laughs> いわゆる行政法規に関する基本的な知識ですねそして基本的な知識をベースにした応用力ですねこういったものが身についているかどうかというものを、まあ、いわば試すそして測る測定するそういう試験が行政書試験であるということになります。でさらにはあの民法ですね民法の知識も必要になってくるわけです。 えー、民法を、まあ、ここで <laughs> 出題形式、科目別配点というものがありまして、まあ、2019年の実績で、えー、ここでは表示していますがおおむねあの例年変わりません、えー、2020年あるいは2021年ですね、えーまあ、ここから大きく外れるものではないということになりますでこれ3つの形式があります、えー、まず1つ目が五種択一式といいまして、えー、要はあのー、マークシートですね マークシートで答えると1番から5番までの中でどれが正解かという形で選んでいきますでこの5子択一式が圧倒的に多いというのが特徴ですねそして B ですが多子選択式という形式これが3問出ます多子選択式というのは えー、長い文章が与えられていて、その,その中に空欄が四箇所空いてます。まあ、四箇所というか、四種類ですね。えー、あいうえー、という形で、四種類の言葉が空欄になっています。で、その空欄に当てはまる語句を、えー、その与えられた。その選択肢。まあ、二十個あるんですけれども、二十個。与えられたワードの中から拾っていって、それを当てはめていく。で、正しいものはどれですかというのを選んでいくというものになります。これを多種選択式と言います。 そして C の記述式というものですがこれは、えー、説問に対する回答40字程度とあります40字程度というのはこれはあ与えられたその、えー、回答用紙の枠を超えることはできませんので、まあ、より正確に言えば45文字以内で書くものということになります45字以内で45字以内というのはどういうことかというと、えー、これは1、えー、列ですね1、まあ、行ですね1行が15文字。 でそれが3行あってこの3行15文字 ×3 行で45文字ですねで45文字以内でその回答を書くというものになります。で日本語の文章というのがですねおおむねだいたい主語そして目的語等ですねあと動詞とかこういったものをきちんと全部揃えて書くとだいたい短くても60字からで通常だと80字ですね程度の文章になります。ということは あのいわば完全なその主語語と述語ですねこれが完璧にこう揃っている文章を書かせるというよりはもう主語は省略して構わないからその肝心なそのキーワードにあたる部分ですねこれを必ず盛り込んで,で文章を書きなさいとそういったような趣旨で出題されることが多いと。でしかも何でも書けばいいわけではなくて説問に与えられた条件のもとで で説問のあの誘導に従って書いていくものということになります。そしてそこに書かなければいけないのは、えー、法律用あの法律用語ですね。で、しかもキーワードに当たるものですえ。的確にキーワードをまあ、組み立てていって書くということが要求されています。で、この記述問題というのが記述式というものが、えー、最も応用力をまあ、試されるものということになるわけですね。まあ、その分あの配点も高いということになります。<laughs> で配点については、ですねこのパンフレットのこれ12ページになりますけれども、12ページのところをご覧いただければ結構です。そして、科目としては、ですねもうこれ、ざっと見て、すぐお気づきになると思いますが、この行政法が五種択一で19問、さらに民法が五種択一で9問ですね。 まあ先ほどその行政書士の仕事内容について簡単にお話をしましたけれどもその行政書士の仕事の内容に関連してこの行政法と民法がやはり重視されているという傾向にあります。で多支選択式を見ると、まあ、憲法が1問出てますが行政法が2問ですねそして多種選択式というのは1問あたりが8点。 まあ、正確には空欄以降が2点という配点になります、えーまあ、空欄が4つ空いているので、えー、合計で8点ですね <laughs> 1問あたりが8点です五種、えー、択一式は1問4点という配点になっていますだから多種選択の式の方はこれは五種択一の2倍の配点が与えられているということになりますで、えー、そして行政法から、えー、多,多種選択式が2問出てますね <laughs> そして、記述式を見ていただくと、行政法が一問出てます。一問で配点が二十点。つまり、五子択一は一問が四点ですね。これ、商法を見るとわかりますが、商法一問で四点です,です。そうすると、えー、記述式は、やはり、えー、応用力を特にです、ねえー、試す試験ですから。一問あたりが二十点。つまり、えー、五子択一式の五倍の配点が与えられている、ということになります。 しかも民法に至ってはそれが2問ですね。ということは民法の記述を完全正解するとそれだけで40点。えー、五試卓一の10問分とということになりますだから記述式が仮に得意になればですねこれで、五ご指一で多少こうミスを連発したとしても十分これ取り返すことができるということになるわけです。そして一般知識という科目これが行政書試験に 昔から、まあ、あの形はかなり変わってますけれども昔からこれ行政書試験でこの一般知識と呼ばれる分野、まあ、科目これが問われているとで政治経済社会分野から、まあ、これ政治が何問経済何問というその割合というのはその出題数ですねこれはあの毎年固定はされてませんのでおおむねというところなんですけれども政治経済社会で7問ですね。で 政治経済というのは、まあ、あの例えば政治に関しては、えー、いわゆる現代政治史ですね、えー、例えば第二次世界大戦以後の政治の歴史についての知識であったりあと経済も同じように戦後経済史の知識の問題が出たりあるいは経済用語に関する知識ですねこれが問われたりするそして社会というのは主に時事問題が出る傾向にあります時事的なトピックですね 例えば地球温暖化問題とかそういった時事的な話題が問われることが多いものということになります。で特に注目に値するのがこの情情報報通信個人情報保護という問題になりますこれは例年必ず個人情報保護法という法律から最低1問出題されます。 でこれはあの個人情報保護法という法律があるわけですがその法律の条文知識そのものを問うという出題が圧倒的に多いんですね。そうすると個人情報保護法はいわば法律科目の一部だというふうに意識をしてもう条文をとにかくしっかりですね読めるようにすると、まあ、これがもう一番最良の策ということになります。ということは 学習の順序としてはですねこれは効率的なその学習法につながってきますけれども学習の順序としては、まあ、先に一般知識勉強したいという方はもちろんそれで結構ですがただあの一般的にはまず法令科目から学習を始めでそして次に一般知識を学習すると、まあ、この順序の方が圧倒的に効率は良いということになります <laughs> そしてこの「文章理解」がですね3問ありますけれども この文章理解というのは長文読解の問題になります。長い文章をあのまあ読ませてで例えばあの並べ替えの問題であったり、あとは空欄が空,欄が空いていてこの空欄に当てはまる文はどれかといったものを選ばせるとそういったタイプの問題が比較的多いということになります。これが行政書試験の試験科目の全体像ということになります。そしてこれすべてですねあの正解すると300点。 えー、満点ですね300点満点になります300点満点満で、えー、どのぐらいですね点数を取れば良いのかというと、えー、それはその同じ12ページの下の方に書いてありますが、えー、まず要件3というところを見ていただくと、えー、300点中の6割以上つまり180点以上ですね、えー、取れば良いということになります。でで、えー、かつですね この要件1っていうのはクリアしない方は少ないので、まあ、ここはもうあんまり重視しなくて結構です逆に要件1をクリアしてないということはトータルでそ300点中180点が合格ラインになるわけですけれどもその180点におよそ達しない可能性が高いのでこの,その法令科目の半分が取れてないということはです、ね、ちょっと考えにくいと。 でただ要件にはあのこれ注意しなければいけません。要件にというところで一般知識の得点が満点の四割以上ですね。で一般知識満点が一般知識の満点というのは五十六点です。でその四割以上となるとこれは二十四点以上になります。問題数にすると六問以上ですね。 で一般知識は14問出るわけですが14問のうち6問以上を取らなければこれで足切りといって不合格が決定してしまいますだから一般知識の学習はやはり必ずやらなければいけないわけですね一般知識をきちんと対策するそれは重要になりますただし学習の順序としてはやはりまず法令科目ですねそこをしっかりやるそして。 効果的な学習法としては、何と言ってもやはり中心科目である民法と行政法ですね。この2つの科目をしっかり繰り返し学習していきましょう。で、民法と行政法を繰り返し学習するためには、じゃあいつ頃からその試験対策を始めていけばよいか。 これは、えー、例えば仮にですね、これはレックの講義を聞くという前提でお話をしていきますと、えー、レックの,あの合格講座の講義をですね、あの聞いていただくという前提でお話をすれば、えー、これはまずですね、えー、講座に通ってある程度ペース,あのペースをつかむ、まあ、あのいわばペースメーカー代わりに えーまあ、これ通学講座です、ねえー、を前提としてますけれども、まあ、通学講座の方に通っていただいてでそのまずは出席審で、えー、合計2時間30分ですね1コマあたりがの講義になりますがその2時間30分の講義を、えー、聞くと。 まあ、例えばもう学生時代以来ですねしばらく勉強から遠ざかってるという方もいらっしゃるかもしれませんそういう方はまずですねその勉強の,、まあ、あの勉強のスタイルといいますかその勉強にまずこう慣れていくということ自体が必要になるかもしれませんそうするとやはり、まあ、望ましいのは通学講座ですあの最寄りの,あのレックの教室の方に通っていただいてで通,学講座通学講座の講座を聞いていただいて でそこで、まずは定期的に通うというところですね、そ,こは、まあ、それが、まあ、いわば出発点ということになる、でそこで、その講座に通っていただいて、まあ、その講義を聞くわけですねで、講義聞く際に、例えば講師が、ですねここにじゃあ、アンダーラインつけましょうとか、ここをマークしましょうという指示を通常ですと出しますので、それをきちんとです、ね、聞いて、 でまあ、もちろんその話の中身も聞いていただいて理解しながらです、ね、読み進めていくとでそこで講師と一緒にその教材つまり講義録を読んでいくことによってまず一回そこで理解が作られるわけですねさらにはもちろんこれ自宅に帰あのお帰りになってから復習をするで復習の時間としてはやはり聞いた講義と最低でも同じぐらいのです、ね、時間 だから1コマ2時間半だから2時間半の講義を聞いたらそれと同じぐらいの時間を復習に充てると。もちろん復習の際にはこれまとめて2時間半読み続ける必要はありません。 えー、復習の際には例えばそれを30分ずつですね、えー、細切りに分けて、えー、じゃあ,あの朝と昼と、えー、夜とあるいはその夕方とっていうふうにですね、えー、このようにもうその空き時間をなるべく利用して、えー、30分ずつですね、えー、その30分の単位で聞いていくとあその復習していくということで、えーまあ、あのカバーできるということになります。でこのように おおむね週2コマのペースであつまり5時間ですねのペースで、えー、講義が進んでいきますので、えーまあ、2コマで5時間でそこで1回まず講義録を理解しながら読んでいく。でそのの後復習の際に その理解できてるはずのところをもう一度読み返して本当に理解できてるかどうかですね確認していくでこれは講義を聞いた時間と同じ時間ですねだから5時間週1週間に5時間講義を聞いたら5時間は復習に充てるとあのさらに追加して5時間を復習に充てると。でさらにですねまあ基本的にはその流れで まずは合格講座というその大体え全てですね。聞き終わるのにま3ヶ月え4ヶ月から5ヶ月ぐらいですね。かかる講座がありますので、その4。5ヶ月の間にそれを週10時間というペースでコツコツですね。継続的にやっていただければよいということになります。ただですねだんだんこう学習が進んでいってある程度ですね理解が深まってきた段階で、やはり問題を解いて。 それを確認すするとというこも必要になりまその際にいわゆる過去問集ですねその過去の問題集をチャレンジすると。でこれも全部ですねこれ解けるようになる必要はなくて過去問の使い方についてはですねこれも少しだけお話をしておきますが過去問の使い方としてはこれはまずは選択肢に何が書いてあるかが理解できるかどうかです。要は 講義録というのはこれはあの行政書士の過去文からいわばあの遡って作ってますので、えー、講義録をきちんとあの読んでですね理解して、えー、内容を覚えておけば、えー、その過去文というのはほ,ぼほとんど解けるという状態になっているはずなんですところがあの実際にはですね、えー、その問題を解くという目で過去文を見てみると、えー、どこがこれ、えー、誤りの選択肢なんだろうとか。 一体どこが引っ掛けなんだろうとか、あるいはもちろん講義録に書いてあっても非常に細かい字で書いてあってですね、そこはもう読み飛ばしてたというところから出題されたりする例もありますのでそういったところについてですね、まあ、いわば自分の弱点を発見していいくという作業が必要になるわけですね。つまり分かってたつもりでも実は分かってなかったところというものを発見していく。 そのために過去問の選択肢を見てですね、まずは見るレベルで結構です。見てえー自分は何が分かっていて何が分かってなかったのかということをですねえ講義録と付き合わせることでえこれを確認するという作業が必要になる。そうするとえまあ先ほどの,その5時間講義を聞きその復習を5時間やるとでそれに加えて過去問へのチャレンジをですね始めた段階からさらにえ例えば 1>, まあ1週間でいうとえプラス5時間です、ねえー、のその過去問学習の時間、まあ、これも集中的にあのやる方もいらっしゃれば、えー、それをある程度分散させるという方もいらっしゃいますので、えー、それはもうおご自分の,その生活スタイルですねに合わせて、えー、使っていただければ結構ですけれどもやはり、えー、どこかのタイミングでその過去問にチャレンジする例えば、えー、憲法の講義を一通り全部聞いた時点で憲法の過去問の検討ですねこれを始めていくとそうすると。 憲法の講義を聞いている間に1週間で10時間ですね5時間の講義プラス5時間の復習ですねでこのように1週間10時間ペースでまず学習をしていってその間にある程度その勉強に慣れていく法律の勉強に慣れていくとそうするとその後にですねじゃあ憲法一通り聞いたからじゃあ過去問やってみようということで過去問にトライすると。 で過去問やってみてで一応分かったつもりだったとその講師の話を聞いて一応分かったつもりだったけれどもでも実際にはこことここが分かってなかったとっいうところを発見していくで発見したらまた再度、ですね講義録にこれをフィードバックもあの戻っていくわけですねそして講義録からまたあの過去問どうやったらじゃあ過去問解けるようになるのかということを自分で考えていく。で考えて えーまあ、あの解説を読んで過去問の解説を読んで,で理解できたらその理解をですねまたあの講義録の方にフィードバックして、うん、例えば書き込みをするとかあるいは、えー、講義録の該当箇所ですねここをもう一度あのじっくり読み返して、えーまあ、線をあの引き直すとかですねこのような作業をやっていく必要があります。でもちろんですね あの過去問あのの中にはかなり難しいものも含まれていますのでどうしてもこの解説が理解できないというものもあのいくつかあると思います。でそれについてはもう遠慮なくその講師にですね質問していただければということになります。そのためにですねこういう資格予備校の講師というものがいるわけですからぜひフル活用してですねいただければということになります。 で今あのちょっと通学講座をですね前提としたお話をしておりましたけれども、まあ、通信でも同様にですねその例えば自分で今日はまとめて講義を聞く日で今日はその復習に当てる日っていうそのある程度こう自分でそのスケジュールを組んでいってでもちろんあの講義はまあこれはできれば そのまとめて聞いていただきたいわけですが、あの通信で受講される方のメリットとしては、これは細切れに講義を聞くこともできるというメリットがあるわけですね。ですから、例えば途中まであのキリのいいところまで聞いたら、例えばそうですね、人権だったらあの今回は精神的自由権からスタートしたとで精神的自由権の中で。 えーまあ、例えば思想良心の自由そして学問の自由と、えー、で次に表現の自由じゃ表現の自由まで聞いてで、えー、じゃあちょっとこの後の信教の自由などはです、ねえー、後回しにしようとっていうふうに、えー、ある程度こう自分の,その生活の時間に合わせて、えー、区切ってですね、えー、その聞くと。 まあ要は一時停止をしてでその続きはその後に聞くということができるわけです。だから通信の方はですねその自分の,その生活の時間の中にうまく組み込むという工夫をしていただければということになりますま。効果的な学習法としてはやはり民法と行政法ですねこれをとにかく得意科目にしていただきたいと。そして えー、記述問題はいきなりチャレンジしなくて結構です。あの記述問題というのは、確率式の問題が、えー、十分解けるようになったら、そのあの知識のストックによって、まふくあのいわば派生的に、まああのその知識のストックによって自然にまあの解けるようになってくると、まあ、そういう性質があります。あの確率ができなくて記述だけができるという方は、あのほとんどいません。 で逆に卓越が得意で記述はちょっとうまく書けないという方はいらっしゃいます。それは記述の練習が足りてないだけです。ですからこのようにですねきちんとその順番を間違えずに、まあ、その順番望ましい順番というのがあるわけですから順番を間違えずに学習を進めていくそしてその学習のスケジュールに乗りながら えまあ学習、えー、その特にですね重点的に抑えなければいけないところあるいは重点的に抑えなければいけない科目ですねこういったものを意識しながら、えー、で効率的に勉強を進めていくそうするとですね、まあ、レックでは、まあ、大体遅,くとあの遅いものだと、えー、試験その,その年度の試験が終わった直後からですね翌年度の 行政書士対策講座が始まるんですけれども、まあ、早いものはちょっと前倒しで10月とかから始まるものもありますで行政書士試験というのが例年この11月に行われます11月の上旬に本試験が行われますので、まあ、その直後でもまあ間に合うというものですねだからだいたい1年間考えていただければ結構です約1年を考えて1年以内にこのまあ科目の数は多いあの勉強する量は非常に多いですけれども うまく効率的に講義とそして復習これをうまく組み合わせていくことによって必要な知識は1年あればもう余裕で身にはつきますもっと短期間で学習して合格される方もいらっしゃるんですけれどもやはり安全にそのことを進めるためにはやはり1年ですねまあ1年でとにかく決めるという気持ちでもって望んでいただければということになります。 はい、えーまあ、効果的な学習法そしてスケジュールの組み方ですねについて今簡単にお話をしてまいりましたが、えー、まあ、行政書士がどういうことをするのかで、えー、だからあの行政法と民法が圧倒的に多く出題されるんだとそしてその行政法民法を攻略するために、まあ、効果的にですね攻略するためには、えー、このぜひですねこの合格講座の講義を えー、フルに活用していいいたただきたいと思います、まあ、一度あの無料体験の機会もありますので、まあ、無料体験講義をですね一度ご覧いただいてであ、まあ、これだったらいけそうだなとその勉強できそうだなとお考えになれば是非ですね通学での受講というのをお勧めいたしますので是非、えーまあ、ですね一度チャレンジをしてみていただければと思います。 はい、それではちょっと長くなったかもしれませんが以上で効果的学習法とスケジュールの組み立て方についてのガイダンス講義を終了させていただきます。どううもありがとうございました。